まず向かったのは、去年創業70周年を迎えた老舗菓子メーカー、浜幸です。あ、入ってすぐにバレンタインのコーナーありますね。そしてトリュフですね。おいしそう。こちらがバレンタインの期間限定で販売されているトリュフショコラ。実はブドウの生産から醸造まですべて県内で行っている江南市の井上ワイナリーとのコラボ商品なんです。 100% 高知産にこだわったワインを販売する井上ワイナリーに魅了され、浜幸がコラボレーションを提案。新進気鋭のワイナリーと老舗の菓子メーカーが作る高知ならではのチョコレートが完成しました。チョコには南国市稲部産のブドウ富士の夢を使った豊かな果実味と丸みのある酸味が特徴的な赤ワインを使用。生クリームとミルクチョコレートを合わせたガナッシュの上からさらにチョコレートをコーティングし、最後に粉砂糖をまぶすと出来上がりです。いただきます。うわ、芳醇。うわ、ワインの香りがふわっときました。そしてこのミルクチョコレートのコク、この口の中で溶けていくごとに風味が増してくるんですよね。これは贅沢なチョコレート、最高です。ワインの風味をしっかりと感じられるように仕上げておりますので、まずワイン好きの方にはそういったところもお楽しみいただけるのではないかなと思います。高知県産というところにこだわっておりますので、高知らしさというところも一つお楽しみいただけるのではないかなと思います。トリュフの他に同じ赤ワインを使用した口どけ滑らかな生チョコも販売しています。これらは浜幸の各店舗やオンラインショップ、井上ワイナリー野市醸造所内のショップなどで購入することができます。続いては高知市南久保にある高知アンテナ店うまじ。店内にはうまじ村産の柚子を使った商品100種類以上が並んでいます。これまで本格的なスイーツは販売していませんでしたが、今回新しい分野に挑戦しようと初めてチョコを使った新商品を開発しました。それがこちら、甘く煮た柚子の皮をチョコレートで包み込んだ柚子チョコピールです。味は全部で3種類、中でもお店の一押しがホワイトチョコレート味です。一気に柚子がきました。この後から柚子の香りを包み込むようにこのホワイトチョコレートの甘さが来るんですよね。そしてこの柚子ピールの食感もサクサクとしていてとっても楽しいです。柚子チョコピールは高知市の高知アンテナ店うまじのほか、うまじ村の直売所で購入することができます。はい、この柚子チョコピールは数量限定商品で3種類それぞれ残り50個ほどとなっています。売り切れ次第終了となりますのでお気をつけください。また VTR でご紹介したもの以外も石井アナウンサーが気になったチョコレートがありました。こちらです。あ、これはウサギですかね。そうなんです。今年の干支ですね。南国市の菓子店パティスリーシャンクレールで販売されているウサギ型の特大チョコなんです。驚きなのがこの大きさなんですが、高さは30センチ、そして重さはおよそ500グラムもあるんです。実際かなり大きいってことですね。そうなんです。チョコの種類によって値段は異なりますが、1個2800円から3200円です。いや、なんか置物として飾っておきたいですね。食べるのがちょっともったいなく感じますよ ね、 本当ですね。これだけ大きいと、実はこのチョコ、今年のうさぎ年に合わせたわけではなく、15年ほど前から作られているそうなんです。15年ほど前から、ああ、じゃあ
干支が一周とちょっとしてようやくうさぎの主役の年になりましたね、はい、今年にぴったりのチョコレートになりました、うん、長年愛されてきた特大チョコ、店によりますと1日1個のペースで作っているそうです。欲しいという方は電話で予約をしてください。